アウル・ラウト、ポール・ロード、1865年10月22日から1930年11月22日は、エストニアの画家である。双子の兄弟のクリスチャン・ラウトやアンツ・ライクマーと共に、20世紀初頭のエストニアにおける最も影響力の大きい画家になった。エストニア北部、レーネビル県のキラカラで生まれた。父親は早く亡くなり、 おじの世話で1881年に家族とタルトゥに移った。タルトゥでエストニア出身の画家、オスカー・ホフマンやユリウス・フォンクレーファーの作品を見て画家を志した。1年間軍部に着いた後、ドイツに移り、1888年から1894年までデュッセルドルフ美術アカデミーでハインリヒラウエンシュタイン、クローラ、ヨハン・ピーター・テオドーリアンセン、シル、 エドアルト・フォン・ゲープ・ハルトに学んだ。エストニアに帰国後は、肖像画や風景画を描き、1896年には、バルト海のムフトなども訪れた。この頃はドイツにおける、印象派の画家、マックス・リーバーマンのスタイルに近い作品を描いた。第一次世界大戦が始まった後、1915年から、タリンの商業学校で絵を教え始め、1923年からは、 キャリンの工芸学校で教えた。ありがとうございます。